全国の果樹栽培好きの皆さん、こんにちは。こんにちは。ケンユです。シンです。今日はですね、はい、マンゴーの苗なんですけど、こう種からめちゃくちゃたくさんバーって出てくる、うん、こいつの現象と、うん、今後どうしていけばいいのか、はい、この辺を共有したいと思います。はい。はい、シンさん見てください、これ。まあ、シンさんからもらったんだけどね。これすごいよって言ってもらったんですけど、パッと見何本ぐらい出てます？一つの種から。パッと見、1、2、3、4、5、6、7、8くらいかな。7、8くらい。めちゃくちゃちっちゃいの合わせたら9本ぐらいね。そうそうそう。一応出てて、これを1にするかみたいな議論もあるっすけど、まあ、一つの種からこういうふうに複数の芽が出てくることもあるんです、果樹に関しては。はい、で、これマンゴーの苗なんですけれども、種が土マンゴー、うん、土マンゴーといいまして、うん、まあ、台湾で主に作られてるやつですね。はい、1600年代、まあ、中旬って言えばいいのかな、そのぐらいにオランダ人が、うん、オランダ統治時代に、入れたっていうですね、そういったものなんですけれども、まあ、400年も台湾でこうなんだろうな、ね、栽培されてますから、土着したということで土マンゴー。ああ、そういう意味ですね。はい、種ちょっと紫っぽくて紫マンゴーとも呼ばれますけれども、うんうん、はい、美味しいみたいです。はい、はい、あのマンゴーって単胚性と多胚性という種類があるんですけれども、はい、今回はこの多胚性のものですね。はい、はい、胚種がいっぱいあるんですよ。すごいですよね。一つの種の中にたくさん発ができる能力があって、でこの主心胚、まあ、主心胚って言うんですけれども、この主心胚未生苗というものはこういうふうに複数発芽します。でマンゴーでも単胚のものあります。例えばアーウィンとか、これ台湾から持ってきた品種なんですけれども、なんか何だったかな、金龍っていう名前で買いました、スーパーマーケットで。でそれは単胚、なので一つの胚なので一つの苗が出てきます。でこれもですね、はい、タイからのマンゴーですけれども、はい、これは5月25日に植えて、こっちは3月に植えたんですけれども、はい、すごい見て、タイの方がさ太い太い2ヶ月、すごい遅いのに、遅いのに。でしかも土の容量もね、はい、全然ちっちゃいのに。まあまあこういうこともあります。はい、でこれが単胚、いわゆるまあ一般的な普通の果樹はだいたい単胚なのでこれでいいと思います。でシンさんが持ってるのが多胚と言いまして、まあこういうふうに土マンゴーとか、まあ他にも R2E2 とか、うん、まあいろいろね、どこだったかな、こうインド由来かな、インド由来じゃないかな、おそらくインド由来。まあちょっとマンゴーも東南アジア原産ですけれども、うん、だいたい、まあ、インド側の地域とかでは単胚が多いよとか、まあ、ちょっとインドじゃなかったかもしれないんですけれども、こんな感じで一応多胚種子があります。はい、これ3本出てますね。1個の種からね。1個の種から。これは両方とも1個の種ですから、本当は。そう、1個の種、1個の種なんですよ。この1個の種から苗分けれるんで、はい、増えるんですよね。はい。はい、で僕らも種かなりたくさん個数購入したんですけれども、こう慎重に分けていけば倍以上になるっていうことで、はい、そうですね、これ見てるとね、フィーバータイムですね。はい、ちょっと主心胚、これ主心胚未生なんですけれども、この主心胚と、はい、いうものについて、詳しくちょっとね解説したいと思います。で僕ちょっと勘違いしてて、以前主心胚ってたくさんこういうふうに複数、まあ、胚種があって、その中の1個がまあ母親の遺伝子をそのまま引き継ぐというふうに理解してたんですけど、まあ、そういうものもあるんですけど、一般的にはもうほぼたくさんの胚種の中のほぼ全てが母親由来で、1個が雑種とか、まあそういう感じですね。ちょっとイラスト貼っておくんですけれども、発芽能力がたくさんあるんですけど、このたくさん発芽してきたものは母親と同じ遺伝的要素を含みます。なので言ってしまえば種子だけどクローン、はい、で一部、例えば1本とか、この中の苗の1本とかが、まあ、花粉とかが入ってきて、はい、雑種になってしまった、はい、いわば交雑種に当たります。はい、でこれはどういうふうに見分けるかというと、非常に難しいんですけれども、葉っぱの違いとかで、はい、大体は生育がこう他のものに比べて劣ってるような感じになるようです。はい、どれが主心胚でどれが交雑胚か分かります？正直難しい。でもこれだったらこれかなって思います。この取って細いの、うんうん、おそらくまあこいつですね、こういう細いピョって、うん、こういう細いピョっていうのが
ところですね、交雑してるんじゃないかっていう、まあ、僕もそう思うんですけれども、まあ、違うかもしれないですけど、なんか葉っぱの感じもちょっと違いますよね。なんかちょっと違う気がする。こういう一本だけが雑種で、でやっぱり主審杯の母親の遺伝子を強く引き継いだものの方が生育は基本的には良いであろうとされてる、うんうん、土マンゴー自体が多分受精が強いんじゃないのかな。あ、そうですね、品種特性もあって、で土マンゴーってそもそも、まあ、ものすごく生育が旺盛で、うんうん、こう代議として強いっていうことがあるので、ね、他の父親の遺伝子が入ってきた時に、まあ、弱くなってしまうような苗になってしまうこともあって、うんうん、で土マンゴーの苗の方が生育がいいというふうになっているので、なのでこいつらとかもね、もしかしたら全部主審杯かもしれないよね、葉っぱの感じからして。なんか大して変わらない気もする、うん、2本もあるしね。正直ちょっとね、これ確実に交配してるやつっていうのはちょっと、うん、なかなか見つけづらいかもしれないですね。ね、まあもし厳密にやりたかったら、まあ、ちょっと専門じゃないんであれですけど、葉っぱの一部切り取って PCR 検査して遺伝子配列調べるとか大変だね。大変だね。それで母親との類似性が 99.9% か、まあ、何パーセントかみたいなことになるんでしょうね、うん、そうだね、難しいね、いろいろ使わないといけないね、はい、マーカーとか。でなんで植え替えが必要なのかというふうなことを言うんですけれども、一応植え替えた方がいいんですよ。これはなぜかというと、まあ苗が一つのポットの中でたくさん同じね種が植えられて、で同じこう発芽をして同じ遺伝子といえども、やっぱりこう養分の奪い合い、このポットの中では優劣がついてしまうので、うん、はい、大きい苗はより大きくなっていく、ちっちゃい苗は大きくなりにくい、邪魔されて、なので、はい、伸び伸び一つがこう大きくなるためには、やっぱりその一つに対して一つのポットっていうものが基本です、はい、なので皆さんこう鉢植えされるときは一つのポットに一つの苗だと思うんですけれども、まあそれを今回やっていくっていうことですね、はい、でちょっと実践しますか、はい、ね、根っこがねどういう風になってるのかとかね、はい、ちょっと気になりますもんね。土は鹿沼市と、はい、赤玉市の1対1やってます。これちょっとどうなってるのかっていうのを 見たい。少しこれね、もう根っこはここ結構出てますからね。もう、うわーすごい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 、おーすごい、根っこがもう、根っこがもうなんか絡まり合ってる。でこれが最初の種子ですかね。はい。で一応苗自体は、まあ、まだ生育初期っていうこともあって、まあ、手根はバーッと伸びてますけど、側根、はい、はい、これはそんなに発達してないんで、はい、こんな感じですぐ離脱できますね。ポロポロ、あ、これ交雑って言ってたやつか、交雑の可能性が高い、はい、でこんな感じでね、勢いのある一番ね、やつと、これ今4本目3本 目で4本目で5本目で6本かな。これがねたくさんなんか1個の芽から分化してる、出てるけど、はい、うわこれすごいね。でこれがもしかすると、まあ、種子だった、うん、あれかな、先端が死んで脇芽動いちゃったパターンかな、あかもしれないですね。ってなると、はい、1,2,3,4,5,6、うん、6本、まあ6本でもすごいけど、すごい1つの苗から6本ですよ、はい、はい、あちょっと交雑とこの交雑の可能性があるやつと親の細胞を引き継いだ感じのやつ比べてみるか、まあ、こんな感じで、これが交雑疑い、左の手がですね、でこっちが、まあ、土マンゴーの毛色が強いですね、うん、まあ、なので、うん、まあ、もう初心者的には分かんないですけどね、はい、まあ、なのでこれは正直捨ててもいいと思う、もう正直、うん、こういう風にヒョロヒョロしてるしね、あひょろひょろしてるし、こういう苗使いたいですよね、はい、でポットも一応今回高いんですよ、はい、50円、はい、で土もいいもの使ってる、はい、鹿沼市と赤沼市使っているので、まあ ああいったヒョロヒョロ苗は正直しててもいいけど、まあやってもいいね、どっちでもいい、うん、ちょこんな感じ、植え越えたばっかだったらできるか、あどうせ枯れるかもしれないけど、そうそうそう、はい、一応こんな感じでね、はい、まあ分けましたと、これが1個、はい、で
元日にマグアンプ K 使ってますね。はい、植え替えました。 6鉢になりましたね。はいはい、こんな感じで植え替えております。あとはね、まあ、水入れて、うん、まあ、しっかり根っこを張らせるっていうのが一応あれですけれども、はい、まあ、一つ一つにすることによって、まあ、1本きちんと膨らむし、うん、でこれがまた今これ台木用なんですけれども、まあ、台木としていろんなマンゴーを継いでいければいいので、はいはい、貴重な、ね、ものだと思います。いやこれすごいですね。はい、結構いい感じだと思います。ちょっと知人からちょっと聞いたんですけど、はい、台湾の人のこの苗木作ってる人とかは、はい、もうなんか最初主心肺の方は複数芽が出るから、はい、もうポットに植えずにもうなんかばらまいとくみたい、砂とかに、あでいっぱい出てきたらそれを取るみたい、あでそして取った時にこういう風に植えていくみたいな感じをされてる人もいるみたいです。はい、はい、僕らはでも1個ずつねやっていったからなんかこう複数出てる様子が確認できたんですけれども、うん、まあ一応そういう人もいるみたいです。なるほどね。はい、そうなんですよ。なんかしんさん農学修士出ておりますけどなんか付け加えとかあります？特にないです。特にないですね。今もう結構パーフェクトにね、はい、検査されてくれたんで。単位取れますこれ？もうちょっと特に名乗り厳しいけはい、はい、なんかすいませんちょっと付け加えなんですけど、まあ、マンゴーだけじゃなくて一応みかんとかも、はい、温州も、ね、そうですね、あのそうそう主審肺未症って言って、うん、まあその親の、まあ、母細胞から分化してこう苗ができるみたいな感じなんですけど、なんかその中からでも未症主審肺未症内でも若干のまあ枝代わりみたいな現象があるみたいですね。確かにありそう。でそこからまた選抜していって、うんうんうん、なんか 親の主審肺なんだけれども美味しいものを選ぶとか、なんで、うん、ドマンゴーももしかしたらもともとはあんま美味しくなかったけど主審肺の若干のちょっとずつの差を選んできたのかもしれないですね、うんうん、確かにそうですね。可能性はあります、うん、はい、まあ、なので、まあ、土マンゴーもしねこう、まあ、購入された方は、まあ、これをそのまま種のねこう未生内でも親と同じものができるんで、はい、一応美味しいものができる、うん、ただやっぱ未生なんで花がいつ咲くかわからない。確かに、まあ、大体10年とか言われてますまあなので土マンゴーを育てたい方はこれに土マンゴーをもう一回継ぐ。あもう成熟した、はい、ほうね開花株の枝を継ぐっていうのが一応基本ですけど、はい、まあ、やってみてください。はい、もしかしたら3年でできるかもしれないし。そうですね、アボカドとかもね10年かかるって言われてますけど、まあ、うちらの園地100本植えてたらね5本ぐらいは3年で実をつけるし、はい、まあ、それはもう分かりません何年でつくか、まあね、はい、もうそれはその木の個体差によります。はい、はい、ということでしんさんありがとうございます。はい、しんさんもね YouTube やってるんで、はい、ぜひ見てください。観葉植物主にやっていて、なんか PR とか、いや見てください皆さんうんこしたい急いどる急いでない急いでない大丈夫大丈夫、すいません、はい、はい、ということで、今回は最後までありがとうございました。ありがとうございました。はい、またね、バイバイ。